今年最初のビッグレースプレミアム G1 第5回ボートレースバトルチャンピオントーナメント、ボートレース大村での最終日の熱戦も後半戦へと移ります。一般競争第7レースの開始です。1号艇磯部誠、2号艇吉川元博、3号艇森谷美穂、4号艇椎名豊、5号艇峰竜太、6号艇石渡哲平以上の6選手によって争われます。作戦待機行動には目立った動きはない様子です。1号艇の磯部誠、今節は中枠外枠のレースが続いて3着ベストの成績でシリーズ最後の戦い最終日1回乗りです。陰線1番磯部、そして2コースから2号艇の吉川元博、3コースは3号艇の森谷美穂。前半はインからスタート決めましたが体型振りにというところで6着です。4コース4号艇の椎名豊、今シリーズはトーナメントアウト戦から連に絡む力走も見せてきました。そして5号艇の峰竜太、昨日3日目待ってましたの今年初勝利から勢いよくの2連勝をマーク、大外進入6号艇石渡哲平です。進入枠なり3対3の体型スタートしていきました。3号艇の森谷がスタートいきました。あるいは2号艇1号艇も好タイミングで一周一マーク、森谷が攻めるところを止めて1号艇の磯部逃げています。2号艇4号艇懐向く動きは2番手争い、すでに1号艇の磯部が4艇進抜けています。2番手は4号艇の椎名がリード、追いかけて外に2号艇3号艇後方6号艇5号艇の順、スタートは前艇正常です。1番の磯部がトップで2マークを返しました。4番の椎名が2番手でホームステージへ戻り、接戦から上がって3号艇の森谷が3番手を取ります。上位体系は1番4番3番の順、後ろ6号艇5号艇2号艇と続き2周目第1ターンマークの旋回です。1マークを先頭1号艇の磯部、続いて4号艇の椎名が旋回、3番と6番接待、1マークも終えて競り合い抜けたのは3号艇の森谷。体系は1番4番3番の体系、後ろ5号艇6号艇2号艇の順、2周目の第2ターンマークを迎えます。4号艇進後ろを離したままにトップ1号艇の磯部が2マーク、続いて4号艇の椎名、3号艇の森谷しっかりと3番手を守り、後ろ続いての5号艇の峰が5艇審査です。さらに後方は2号艇の吉川、6号艇の石渡と並んでレースは最終周回1マークを迎えています。イン闘争決まってシリーズの初白星に向かい、1番の磯部、追走4番の椎名、そして3番森谷が後ろを大きく離した3番手の上位体系143の体系、最終ターンマークを迎える一般競争第7レースです。ラストターンマーク1号艇の磯部、今運んできます。1番4番3番の組、3連単のオッズ 27.3 倍を示しています。第7レースの一般競争、先頭は1番磯部ゴールイン、2着4番椎名、3着3番森谷、そして5番ゴールイン、2番と6番が接戦のゴールイン。